こんにちは、マテです。今日はゴドックスさんの SL202 という照明を新しく購入したので、こちらをご紹介していこうと思います。で、照明が大切といってもどれぐらい大切かというと、照明の大切さがわかるものの一つとして、iPhone の CM で iPhone で撮りましたっていう動画ご存知ないですか？同じ iPhone で撮ってるのに、ものすごく綺麗だと思いませんか？まあ、あれは、いろんな機材とかも使ってるのもあると思うんですけど、照明の明るさとか、当て方とか、使い方がすごくうまいんで、あんなに綺麗に撮れてるんですよ。で、実は、家電量販店とかの照明もものすごく明るくって、まあ、商品を綺麗に見せるっていうのもあるんですけど、お店で並んでるテレビをこう見比べてたりすると、映像の綺麗さだったりとかが、見比べて違いがわかると思うんですけど、家電量販店に比べると、部屋の明かりってすごく暗いんで、実際こう家に持って帰るとあんまりなんかその綺麗さが伝わらなかったりとかすると思うんですよね。まあそれぐらい照明って大切で、本当は太陽の光とかで撮影するのが光源も大きいし、で明るいんですよね。なんですけど室内とかで撮影するとどうしてもやっぱり窓が小さかったりとか、あとは雲とかで明るさが変わったりとかするので、なるべく太陽のような大きくて明るい照明を使うと、まあより綺麗にまあ、映ると言われております。まあ、実際に明るかったら綺麗に映るかって言ったらそうでもないんですけど、まあ、それに越したことはないという感じです。で、今回僕が購入したのが、ゴドックさんっていう、何のメーカーなのか、照明のメーカーなのかな、まあ、その撮影機材のメーカーなんですけど、その SL シリーズってのを買いました。で、SL シリーズは、60と150と200の3種類。ありまして、僕は一番大きい200シリーズを買いました。 YouTube でよくレビューされてるのは SL の60だったりとか150が多いんですけど、200はあんまりなかったんで、まあ一回ちょっと200を買ってみようかなと思って今回200にしてみました。で、その本体が大きいとどうしてもあの消費電力がまあ大きくなるのと、あとはファンの音がすごいうるさくなるらしいんですけど、今回購入したその SL200 っていうのはどうもファンの音が小さいらしい。で、またそんだけ明るいと大きなソフトボックスも付けられるので、まあ今回は200にしてみました。ということで開封していきましょう。はい、ということでこちらちょっとでかすぎてカメラに映らないですが、これを開封していきます。逆じゃん、何だろう、ちょっとわかんない。はい、じゃじゃん、ゴードックス SL202 ビデオライトですね。 Amazon で購入したんですけど、一応この本体と手袋、これはね、多分あの色を変えるフィルターだと思います、がセットになったやつを買いました。で、まずは取扱説明書。え、これがあれなんていうんですか、名前がちょっと出てこんけど、ディフューザーじゃないな、ごめんなさい、その名前が出てこない、書いておきます。と本体とケーブル、で切れます。めっちゃでかいな。ほい、こちらが本体、めちゃくちゃでかい、こうか、これ、こちらリフレクターですね、リフレクター綺麗ですね。と本体、かっこいい、こうか、 SL202 ゴドックス。上がファンですね、このファン、このファンがどうもすごいちっちゃいって聞いたんですよね。後ろもこんな感じ。ボタン類ですね。この FX ボタンっていうのは、そのずっと光らしていくだけじゃなくて、このピカピカフラッシュしたりとかっていうエフェクトがなんかついてるみたいで、それを切り替えるボタンです。この GR と CH っていうのは、このリモコンとかを使った時に、例えば1台だけじゃなくって2台とか3台とか使うときにグループ分けができて、
リモコン1個で、まあ同じような操作ができると。明るさ調整したりとか。なんかそういうのがリモコンで簡単できるんで、そういうグループとかチャンネルのボタンがついてるという感じです。これがファンボタン。ファンはサイレントモードとかがあって、出力は下がるんですけど、ファンを止めてライトを光らすことができるというモードになります。で、これがまあライトの明るさの調整。これが電源スイッチです。ここがまあ AC アダプターを挿すところです。この穴なんですけど、この穴はそのソフトボックスの種類によっては、ソフトボックスと一緒にこれぐらい長い金属の棒みたいなのがついてて、それをまあここにはめることによって、いろんな角度、まあ下向きにしてもずり落ちないようにするようなまあところになります。これはソフトボックスの種類によっては使うような感じですね。このカバーはここですね。これを引きながらやらないと外れなくなってるんですね。こんな感じ。ここに今 LED が入ってるという感じです。ということで、これをつけるときはそのまんまカチャってなるんですけど、外すときはここを引きながら外すという感じです。とりあえずこれ一旦置いといて、電源コード。電源コードはヒューズがついてるタイプになります。だから付属のやつを買わないといけないですね、新しく。これつけといてくれたらいいんですけどね。これはちょっと注意してください。でこれがディフューザーって言うのかな。この、こう、範囲を狭めるやつも一応セットになっています。このハニカムグリッドも一緒になってますね。まあ、あんま使うことはないかと思います。で、これも色のやつ。これもね、僕は使わない。SL150 はなんかリモコンがついてるらしいんですけど、200はついてないと。ということで、これを挿しといて、はい。それで僕が今使ってる LED ライトがこちらなんですけど、ニーワの、LED660 ってやつだったかな。それで明るさの単位にルーメンっていう単位があるんですけど、ニーワのこのライト、まあ、1個単体で使うと、その測定器からこのライトまでの距離が1メーター離れた状態で測ると3360ルーメンっていう値になるらしいんですよ。で、今回買ったこの SL202 っていうのは、その1メーター離れた距離で測った数字が74000ルーメンだそうです。だから、なんぼ ?20 倍ぐらい。それ20倍って言っていいかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、それぐらいの明るさの差があるという感じです。ただ、このライトの、まあ、一つ欠点って言ったらあれですけど、色温度が変えれないんですよね。5600Kで固定になってます。まあ、現在は今ニーワのライトを2つ使って撮影してるんですけど、天気が良くって明るい時はいいんですけど、暗い時はね、やっぱ ISO をどうしても上げないといけない感じですね。ということで、比較していきましょうか。これを切るとどうなるかというと、こんな感じ。ISO を固定にしてるので、こんな感じになります。今そしたらニーワのライト、これ正面に1個つけてるんですけど、これも消して660個全部つけた明るさを見てみたいと思います。そしたらこんな感じ。なんか結構明るい感じしますね。ちょっと色温度も固定してるんで色おかしいと思うんですけど、まあこんな感じです。そしたら次、ゴドックスさんのライトをつけてみましょう。どうしようかな。ちょっと高さが、ここをこうするか、こうしようか。はい、よし。
たらこっちを消してこっちをつけます。いきます。せーの、ドン。こんな感じ。これマックスやな。こんな感じです。違いが確かに明るい。いきますよ。全然違うな。こんな感じです。ちょっと当て方があれや。どうしたもんかな。とりあえず ISO を100まで落として、これを上げてあげるか。こんな感じ。どう？これで 70% ぐらい。色温度が違うから。こんな感じ。これも5600、ホワイトバランスの5600にしてるんですよ。なんかすごい。オートにしてる。5600やっぱりちょっとあれすぎるのか。これぐらい？これぐらいかな。はい。こんな感じ。これで 70% ぐらいですね。当て方としては、ここにカメラがあって、ここにライトをつけて、この壁に反射させてるようなんです。こんな感じです。こういうのが好きなんですけど、でももうちょっと言うんであれば、50% ぐらい。一応こっちにもライトを当ててます。ということで、いかがでしょうか。どう？ちょっと映り変わった。多分最初と比べるとちょっと違うと思うんですけど、まあこんな感じですと。今ソフトボックスつけてない状態で壁に反射させてこう当ててるんですけど、次回はちょっとソフトボックスも使ってみようと思います。またちょっと編集であれですけど、まあなんか女性の方とかってここに何だっけレフ板とか置いてね、影なくした方がいいんでしょうけど、僕はなんかこっちの方が好きなんでこっちにします。はい、ということで今回は、ゴドックスさんの SL202 をご紹介させていただきました。一応まだ簡易的に光らしてるだけなんで、これから多分微調整ちょっといろいろ加えながら、であとはソフトボックスも、一緒に購入してて、まだちょっと開封できてないんですけど、次ちょっと開封しようと思うんで楽しみにしていただけると嬉しいです。一応ですね、 Amazon のリンク貼っとくんで、まあ、もし気になる方は下の概要欄から飛んでいただければと思います。あとはこの動画良かったよって方はぜひグッドボタンとコメントいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。